さあやっていくぜマリオカート8デラックス。どうもおはにちばんは、高丸かまるです。さあとうとう来たよ、マリオカート8を実況する時が。さあやっていこう。インターネットで俺の走りを皆様にお届けしたい。さあもちろんやるのは世界の誰とでも。さあレースレート見て、5643、微妙。俺そんなにやり込んでないんだよね。まあでもマリオカートシリーズは一応全部やってるから自信はあるね。で俺いつも使ってんのがこの高松。まあ今まではね、そのキャラクター、マリオキャラクター使ってたんだけど、軽量級は黄色兵法で、中量級はイギーで、重量級はワギオなんだけど、今回はせっかくだからこのミーの俺、高松、買っていきたいと思います。スーツはね、ノーマルとワリオがあるんだけど、ワリオスーツかっこいいから、ワリオスーツを選びます。はい、はーい、はーい。よし。で、使ってんのはこのバーニングボールとスカイローラー、紙飛行機。性能はまあこんな感じ。ちょっとバランス型なんだけど、まあこれが無難かな。さあやって、あ、感染。さあ、揃った。エレクトロドリームが多いな。てか双子ちゃんがいるんだけど。さあ場所はどこになるんだ。エレクトロドリーム 200? ちょっと待って、いきなり 200? マジかよ。 T ヨシザウルスがいる。ヨッシーの正式名称っぽいのがいる。ヨッシーの正式名称は T ヨシザウルスムンチャクッパスなんだよね。ムンチャクッパスが入んないから T ヨシザウルスって状態になったらしいんだけど。さあ3、2、1、200だもんね。俺2機に200って普段やんないからさ。ちょっと待って、早い、めっちゃ早いって。危ない、めっちゃカラコン吹き飛ばしてるし、危な、緑コラなんかサクサに1位取ってると思ったらベビーデイジーが早い。さあ左行こう。まずはコイン集めないかな。ダブルボックス使って赤コーラでもこの状態じゃ打てない。使っちゃう使っちゃう。連続で使うのあんま良くないんだけど、赤コーラって。よっしゃ。さあ赤コーラ使って、ここでダブルの、あーうわー、まだ飛んでたな。あー取られた、クソテレサメ。さあ2周目いって、結果は3位。まずまずといったところか。なんかキングテレサ危ないの持ってんだけど、左行こう。左が当たんないからね、テレサのコーラには。さあブレーキもちょいちょい使ってく。緑コーラ当たんないか、さすがに。さあどうだ、緑コーラ2つ。まあ防御としては結構いいんだけど、トゲゾウが来たら全くダメなんだけどね。さあラスト1周、ここでどうなるか。今ちょっと失敗した気がするけど、まあいいや。あートゲゾウ来たよ、もう来ないでって言ったじゃない。もう待って、早い。まあ、でも、まだなんとか2、いった!はぁ?ふざけんなよ。うそ、ここでクラクション、今、テレサーにもアイテム取られるし、もう、やだ。ここでスーパークラクション来るの遅いんだけど、さっきトゲトした時にさ、来てくれよ、もう。使っちゃう、早速使っちゃう。さあ、ラスト、トリプルバナナ、意味ねえよ、もう。やばい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 。あー、どうしよう、せめて3位。3位だ。あー、3位だ。いた!サンダー食らったし。マジかよ、あそこでトゲゾウ来るのないわ。ティーヨシザウスじゃねえし、ワリオじゃねえかよ。あー、ひどい目にあった。あ、一人飛んでったぞ。まあいいや、どこにしよう。ドス隕石にしよう。ドス隕石なー、マリオカート初めてやったときに、キノコカップの最後はこのドッスン遺跡なんだけど、予想外の難しさにさ戸惑ったんだよな。結構悩むね。ちょっと待って、早くして。そろそろ抜けます、おい頑張りますって言うと、そろそろ抜けます、見きよう見きよう。はぁ、チーム変わってきたぞ。西ロヤと12。よし、全員いるね。
場所どうしよう。ワリオスノーマウンテンにしよっかな。みんな結構ね、リンリンメトロな、ここ苦手なんだよな。ワリオスノーマウンテン人気だって聞いたんだけど、リンリンメトロ、あ、一人いなくなっちゃった。おい、またいないんだけど。ちょっと待って。何、10人西郎や、10人だ。何が原因で2人いなくなったん？よし、じゃあ決まったな。よし、半分がワリオスノーマウンテン。さあ、どこがいい？どこが出る？ああ、ここはもうワリオスノーマウンテンゾーンだ。よーし、決まったな。さあ、アメリカ、フランス、日本。日本が多いね。ワリオスノーマウンテン。ここはな、周回するんじゃなくて一本道なんだよな。一本道っつうか、まあ三つのポイントを通って下っていくって感じ。さあ行くぞ。まずジャンプアクション決めていく。アイテムも取る。よし、コインは取れない。さあキノコが出たよ。キノコどこで使おう。ここら辺滑るからな。よし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 、とりあえず今は持ってて大丈夫か。ここら辺ショートカットあったよな。行くか行くか、行ってみる。よいしょ、よっしゃ。さあ、ここでキノコ使う。あー、ジャンプアクション失敗した。くらえ、めっちゃ行くな。さあ、これどっちがいいんだろう。岩のダッシュボードを使った方がいいのか、下でくぐった方がいいのか。赤コーラは当たんない。あー、ちょっと失敗した。左側隠すぞ。ボム兵投げる。ちょ待って、トゲゾウ来てんだけど。待って、モー君のトゲゾウ早くない？っていうか俺の時だけトゲゾウ来てない？ちょっと待ってお前ら。さあ、ジャンプアクションして、ここな、結構木がいっぱいあるからな。左の方は大丈夫か。ちょっと遠回りになってる感じがするんだけど、ダブル取ってく。よし、赤コーラやめてー。あー、いて、痛いでしょ。止まった。うわー、失敗。ここら辺ちょっとなー、当たりやすいんだよな。さあ、ファイヤーフラワーは使う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 。さあ、トリプルキノコここで使う。まだだ、ここはちょっと危ない。よし、緑コーラがいなくなった。さあ、アイテムアイテム、ジャンプアクションもしてく。よっしゃ、いけ、トゲゾー。さあ、どうだ、そこか。よし、あー、しまった、ここで使うべきじゃなかった。くらえ、フライヤーファイヤーフライヤーフライヤーってまあいいや。よし、1位だ1位だ、このままいけ、このまま。よし、大丈夫か、アイテム持ってる気配はない。よし、このままいけ。赤コーラやめてー、もうあとちょっとなのに。このままに、このままに。あー、悔しいなー。赤コーラいた、なんでロイぶつかってくんだってめ。あー、悔しい、悔しいって言うとこ。あ、一人いなくなったし、悔しい。さあ、どうだ、みんなどんな反応する。無視だね。さあ、一応俺好きな64のレインボーロード選んだんだけど、結構な F0 のステージとかも人気だよな。あー、ここか、スカイガーデン8のステージなんだけど、なんかゲームボーイアドバンスに似たようなステージなかったっけ。俺あんまゲームボーイアドバンスやったことはあるんだけど、そんなやり込んでなかったからさ、よく覚えてないんだよね。さあ、始まるよ。3、2、1、5。さて、最初のアイテムは何が出る。よいしょ、ジャンプしてコイン取りたい、でも取れない。よいしょ、ダブルは取っても意味ないか。とりあえずバナナで防御して、ここら辺で出す。いや、いいや。よし、さあ、ここから雲の中に入るぞ。あの雷に当たるのは嫌だな。ちっちゃくなっちゃう、ちっちゃくなるんだっけ。アイテムも同じなのかな。まあいいや。さあ、一応これバナナ置いていく。あ、この野郎、
赤コーラ。何？まあいいや。ここもショートカットあるんだけど、ショートカットなのかな。だから怖くてできないんだよね。ショートカットってさ、いくら近くなるか当てて、ミスして落ちちゃったら余計タイムロスになっちゃうから。いいね、トゲゾーいった。さあ、どうなる？この BGM ってマリオ・ギャラクシーの、あー、アレンジしてんだよね。あー、大丈夫か？俺のじゃないな、あのバナナ。どこら辺で捨てたっけ、俺バナナ。まあいいや。さあ、結果、現在は3位。さあ、雲ゾーンに入ってく、危ない。雷を避ける、危ない。雷避ける。さあ、ダブルボックス取ったアイテム、何が出る？緑コーラ、微妙。まあいいや、当てよう。当たんない。てか、コイン少な。全然集めてないじゃん、俺。危な。どっから出てきた、骨クッパ。さあ、最終ラップ。どこら辺で逆転できるかな。よいしょ、トリプル。ああ、取られた、危な。いや、取られて、ああ落ちちゃった、くっそ。ダブル、あ、取れないよ。ちょっと待って、11位でやばい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 。スカイガーデン結構難しいな。さあ発射して、さあ雲ゾーン大丈夫か。雷危ない。さあ使って使って、ダッシュ使って、危ない。あー失敗、くそ。進んで進んで進んで、ここ早く早く飛びぞ。意味ない、やめてやめて。ビリーは嫌だ、ビリーは嫌だっつっても、ビリーの方結構離れてるからな。あ、いった。うわー11位て、11位て、え、11、くそー、すげー悔しいんだけど、不甲斐ない。場所どうしよう。仕方ない、ビッグブルーにしてやるか。多いなあ、来た、ビッグブルー。 F0 の新作って出ないのかな。スマブラでもさ、キャプテンファルコンは初代からずっと出てるわけだしさ、そろそろ新作出してもいいと思うんだよね。さあやってこう、ビッグブルー。ここもワリオスノーマウンテンと同じで3つのポイントいくんだっけ。あ、そうだそうだ。さあ始まった。 F0 のステージ、いきなり落ちてく。F0 のステージってコインが落ちてないから、この端っこのところでさ回復するんだよね。さあまだいっか。さあ開幕ビリー。アイテムで左右されるかな、このゲームは。さあここでキノコ使っていく、当たる。よし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 、ダブルは取れないから、普通のアイテムボックス使っていく。ここでトリプルキノコ、端っこの水に走ってた方がいいんだよな。さあ曲がる、危ない。トゲゾーいった、よし大丈夫か。よし、どこだ。あ、いた、意外と近かった。なんかキノコばっかりなんだけど。あー危な、危な。さあいける、これはいける。当たれ当たれ当たれ。よっしゃ、1位だ。急げ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 。わあ、ちょっと逆走しちゃ、逆走じゃないや。あー落ちるなぁ、よく。さあちゃんとコインを貯めて、ここでいいの出るかなぁ。ダブル取れなかった、まあいいや。ブーメラン落ちた。もう全然ダメ。よいしょ、ラスト。あー、スターメン、くっそー。ちょっと待って、ちょっと待って、やめて。ビリは嫌だ、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 ビリは嫌だ。11位て。さっきと同じじゃん、11位て。ていうか、後ろの骨クッパ、あざ笑ってるように見えて、なんか嫌だ。ちょっと納得いかないわ、もう次のレースで最後にしよう。またねえじゃないんだよ、俺はまだ続けんだよ。DK ジャングルにしよう。ビビーパーク、おお、
DK ジャングル 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 DK ジャングル、そりゃベビーパークだよね。さーて、ベビーパークか、ここ結構な安直なコースなんだけど、その分結構アイテムが入り乱れるからな。さあ出発してく、出発ってさあどうしよう、コインも集めていきたいけど、アイテムもな、ここは結構アイテムの配置が多いから1個しか取れなくても、てかダブルボックスないんだけど、ここ1個で2つ連続取れるっていうパターンも結構多いからな。こんな風によし、キノコ当たるな、緑コーラ、緑コーラに当たるのってほんと嫌だ。さあどうしよう、4周目か、クラエファイヤー、痛い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 、危な、危ねえな、もう、クソ、パックン、パックン、ちょっと待って、5周目、キラー、クラエ、邪魔だ邪魔だ、お前もキラー使ってくのかよ、くそー、なんかあっちのキラーの方が早い気がするんだけど、気のせい、そうでもないかな、まあいいや。さあここでスター使っていく、スター使いながらキノコを使う、さあ最終ラップ、赤コーラー2つ使っちゃった、やべえ、いきなりなくなったんだけど、待って、4位という微妙な順位になりました。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ほんと微妙だな。